武田修山武田修山から1902年12月24日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。体操練習所の子孫。英六年、高知城が南寄基町に生まれる。明治三年、土佐藩平五町で五神兵に選ばれ、陸軍中尉に任官。第一師団参謀などを経て、1893年2月、不評。 第21連隊長に就任。日清戦争には、今世大9旅団長、大島義正陸軍少将の霊下として出兵。聖官の戦い、平壌の戦いなどに従軍した。1894年11月、不評大佐に昇進し、1895年1月、第一軍付となり、終戦を迎えた。同年8月、再び不評。 第21連隊長に就任。1895年12月、第1師団参謀長となり、1898年3月、陸軍少将に進級し不評、第2旅団長に就任。1902年3月、台湾総督府陸軍幕僚参謀長として赴任したが、リウマチマラリア、廃病を併発し、同年12月に巣まで死去した。 先祖の高祖壁秀道を慕っていたため、秀道の墓に隣接して葬られた。墓標を松の木にしたのも、秀道の墓に習ったもので、山形有友が寄贈した。しかし1971年に台風のため倒れ、石の墓標に建て替えられた。ありがとうございます。